ことねえよ、ってほらほら出せ、バカ、プッシュ出せ。
選手の交代をいたします。山梨学院高等学校10番田橋上杉選手に代わり14番藤田恭子選手が入りました。修明高校で山梨学院高等学校がリードしています。あ、違う、失礼しました。5対0で山梨学院高等学校がリードしています。30m。
14時30分までに受付受付案内の脇にございます。受付案内のところで弁当機械所での方に空箱をお持ちください。弁当機械所については受付案内の脇にございます。受付案内のところで弁当機械所で弁当を引き取ってください。2時以降の食事につきましては、衛生上ダメになっておりますので、2時までに必ず食事を取っていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。会場の皆様にご連絡申し上げます。気温が高くなってまいりましたので、熱中症対策として、水分の補給を、お忘れなくお願い申し上げます。
山梨学院高等学校対福島県立修明高等学校は5対0の後、後、これから後半戦に入ります。修明頑張れよ、ごめんよ、元気出しな、修明頑張れよ。待って待って待って。
イガI'm gonna go!
やってるよ。